っても僕が違いましたね。あのスルーパスもそれを見て走るネイマールも、まあ、そこは世界トップなんですけど、エレさんこんなことを考えても、はい、アンカーにいる選手がやっぱりこの選手がやったらオフサイドがなかったら完全に独走になるので確実にやっぱりネイマールをマークしなきゃいけないじゃないですか。そうですね、ケアするっていう部分では、これで細川あたりだったら、きちっと。まあ、誰になってもそういうことを、ああいう局面においてはオフサイドをかけるんではない。